週間高速道路70号線はアメリカ国内を東西に横断する主要な高速道路の一つである。ユタ州コブフォート付近の15号線からメリーランド州ボルチモア付近の695号線までをつないでいる。70号線はロッキー山脈の西側については複数のルートが元になっているが、東から先はほぼ国道を40号線のルートと重なっている。 この道路は、デンバー、カンザスシティ、セントルイス、インディアナポリス、コロンバス、ピッツバーグ、ボルチモアなど、アメリカ国内でも主要な大都市を通過したり、近接して走っている。ミズーリ州とカンザス州を通る区間は、アメリカで最初に付設された、週刊道路だと言われている。アメリカ連邦高速道路局によれば、1992年に、 完成したグレンウッドキャニオンを通過する区間が当初の計画通りであれば自由に通行できる週間高速道路という仕組みにおける最後の1ピースであった。コロラド州という他州における I-70 の建設は技術的には驚くべきものがあった。このルートはアイゼンハワートンネルを抜けてグレンウッドキャニオンを通過しサンラファエルソウェルという渓谷を越えているからである。 アイゼンハワートンネルは、週刊高速道路において最も高いところにあり、標高は3401メートルに及ぶ。ありがとうございます。